今これあったかい生理食塩水と今の便をミックスして400倍、はい、そこのレベルだと寄生虫の原虫がいると発見できます。あと細菌がどうなってるかも見えます。何の細菌がわかんの。腸内細菌層のバランスが悪くなると細菌が活発に動くんだけど、まあよく見るとこうもぞ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 、ああそうですね、動いていますよね。で原虫に関してはここの画面を横切るぐらいの動きをする、はい、こんなぐらいの大きさのものが動いてないんでわからないんだけど、はい、出てくるわけですけど、まあ原虫はいなさそう、この便にはね。まあ確かによく見るとちょっと活発かな細菌は、動きはね。で丸いのと長細いのがあるじゃないですか、はい、で長細いのがあの大腸菌、まあ、大腸菌でもいろんな種類があるんだけど、はい、悪玉菌の大腸菌の方ですね。あそれがちょっとと丸いのもちょっと活発に動いてるかなと思いますから、ちょっと腸内細菌数が増えてるかな、はい、だからこの倍率を100倍から40倍に下げて、この倍率であの線虫とか卵ね、寄生虫のね、はい、線虫、海虫、甲虫、便虫、その他の微小線虫のあの卵が見つけられます。いればね。はい。この子前なんかいましたよね。前うねうねってしたのがいましたけど。いましたね。うん。まあ卵があればここで引っかかってくるんですけど、うん、なさそうだね卵がね。そうですね。はい。今度あとちょっと。消化具合を見ますね。また同じ40倍で、あの便とちょっと硫黄土系のお薬を混ぜてミックスして、うんちのいろんな変化、黒とか黒紫になってると未消化反応。ただうんちが少ないな。はい、お待ちください。ここはちょっとやっぱちょっと黒っぽいかな。ああ、そうですね。ちょっとだけ。ここもね。今真ん中変なやつ。これはちょっと未消化反応が出てるかな。あ、ここに固まってるのがあった。この辺も。あ、はい、まあこれはあの、溶度反応なんですけどね。はい、あの、溶度と澱粉を混ぜると紫色になるという、それを利用したやつですけど。はい、ちょっと炭水化物の未消化が出てます。はい、ここの脂肪分。脂肪の未消化反応が出ると赤く染まってきます。ただうんちがない。ちょっとあこの辺ちょっとしたうんち、まあ、赤くはないよね、うん、これうんちですけど赤くはないね。だから脂肪はまあまあまだ消化されてるかな。脂肪分のあるものはそう食べないからね、そもそも食べてないからね。だからこういう色になるんですよ。あ、なるほど。うんちがね赤くなるっていうと、これはうんちじゃないから染色液がはみ出してるやつだから。はい。でも